皆さんこんにちは。 PGA ティーチングプロ竹内です。本日の練習はスライスを修正するための練習法です。スライスを修正するためには手元の動き、またフェース面の向き、スイング軌道というのが重要になってきます。この手元の動きがずれることでフェース面の開き、またヘッドの遅れなどが生じてスライスが発生してしまいます。今回着目して見ていきたいのはアドレスのポイントにしっかりとダウンスイングの時に手元が戻ってきているかどうかというのをチェックしながら練習をしていきます。どういうことかと言いますと、通常このようにアドレスを構えていただいて手元のラインここにあります。このラインよりも手元が浮くことでフェース面というのは開いてヘッドは遅れて入ってきてしまいます。どちらかというと浮いてしまうことです。ヘッドの軌道もインサイドに入り、右プッシュのスライスが発生してしやすくなります。なのでこの手元が自分の体の近くを通るように意識して練習していく必要があります。正しいインパクトの形というのは、理想としては前傾角に対してこのシャフトラインが垂直になっているかどうかというのが、チェックのポイントの一つになってきます。このように浮いてしまってシャフトラインと背骨のラインが垂直になっていない関係ってなってくると、ヘッドは開きやすくなってきます。なのでそこを意識するために手元のラインにしっかりとアドレスのポイントにこの手元のラインを戻ってきているかどうかというのをチェックしながら練習をしていきます。それでは今回のこの手元の動きについて、しっかりと正しい動きができているかどうか確認をしながらやっていきます。アイアンを2本用意してください。このアイアンを地面にこのようにセットをしていきます。このアドレスをした手元のラインよりも前にこのアイアンを並べてください。このようにですね、このラインの外には手がいかないように意識をしてスイングをしていくことで体の近くを通せることができます。ボールを見ているとなんとなくこのラインと手元が目線に入ってきます。なのでボールをがっつりとそのボールだけを見るっていう意識ではなくて、ぼんやりとこの辺りを見ながらこのラインと手元の通る位置をゆっくりとしたスイングで確認しながら練習をしていきます。何球も何球もですね、このように連続して打っていただいて、この手が通る残像がこのシャフトラインの前に行っていないかどうかというのを確認をしながら練習をすることで、手元が自分の体の近くを通っているという感覚が身についてきます。手元のラインが体の近くを通ることによって脇のラインというのも締まって、飛距離アップにもつながります。この手元のラインがこのようになってしまったりしないように注意をしながら練習を進めてください。このシャフトラインを置く位置、ちょっと別アングルでしっかりと見ていただきます。はい、このようにですね、アドレスを構えて、グリップの先端がシャフトラインに合うようにセットをしてみます。セットをしていきます。はい、このようにですね、練習をしていくことでこの手元がですね、実際どれぐらいインパクトで浮いてきているのかっていうのが、自分で、確認することもできます。最初ボールを打つのが難しい方は素振りで、何度も素振りをして手の通っている場所っていうのを今回確認してみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんこんにちは。PGA ティーチングプロ竹内です。本日はスライスを修正するための練習法について説明をしていきます。今回はロングアイアンを使用していきます。4番アイアンか3番アイアン、またはミドルアイアンの5番アイアンを使用して練習をしてください。ドライバーでも結構です。全部のクラブで有効的です。ただショートアイアンはやめてください。このように今回の練習はフェース面をアドレスであえて開いて構えていきます。グリップは通常スクエアに構えている状態からこのように開いてアドレスを取ってください。時計の針でいう1時半ぐらいのところにですね、
構えていただいて、バックスイングでそのまま振って、ダウンスイングでこの開いたもの、開いているので右に行ってしまいますので、閉じていく意識で、ダウンスイングをしていきます。このように動かすことでフェイスのローテーションですね、しっかりと行うことができます。5番アイアンや4番アイアンなどというのは長いクラブですので、どうしても振った時にスライス右に抜けてしまう球が出やすいクラブになります。なのであえてフェイス面を最初から開いておいて、閉じるという意識を持って練習をしていくことで、右へのすっこ抜けたボール、右へのスライスボールというのが修正されてきます。それでは一度打ってみます。このように通常にスクエアに構えてから開いていただいて構えていきます。ここからフェイス面を閉じながらダウンスイングをしていきます。このようにすることでスライスというのは抑えられます。自分の中で手をターンさせるという、腕をアームローテーションするという意識を持って、振らないととんでもないボールが出てしまいますので、フェイスが開いているなっていう感覚から閉じていくっていう動き身につけてください。実際にこれができましたら、通常のスクエアで、先ほどの動きを少しだけ取り入れながら、練習をしていくことで、スライスというのは修正されてきます。またフェイスが開いている状態、開いてから閉じる動きを入れようとすることでヘッドスピードというのも上がってきます。なので飛距離アップにも有効な練習法になりますので、ぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。これからも皆さんの役に立てるような動画レッスンを公開していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。また初心者はもちろん上級者の方も必見の無料で学べる動画とテキストによるレッスンを公開しております。こちらもぜひ手に入れてみてください。